レベル1の邪精トークンとレベル4の極精霊リョースアルブにレベル5の極精霊デックアルブをチューニング。世界より生まれし気まぐれなる神よ、絶対の力を我らに示し世界を笑え。シンクロ召喚降臨せよ極神王ロキ。まさか嘘。おー、ついに現れた第二の神が。ようやくだ。頂戴した神じゃなく俺の神を呼ぶことができた。これで不死の神が2体。クロ、ここまでだ。極神王ロキでブラックフェザードラゴンを攻撃。俺の全力はまだ残ってるぜ。トラップカードオープン。ブラックソニック。俺のフィールドにブラックフェザードラゴンが存在し、相手が攻撃してきた時、相手の攻撃表示モンスターを全て除外する。何？除外なら神の復活はないわ。ここまでの戦術はすごいぞクロー。最初から俺は第二の神のことを忘れてなんかいねえぜ。これが俺の全力、二つの神を封じたぜ。いい全力だが、極神王ロキが召喚された今、何人も神に触れることはできない。何？極神王ロキの効果発動。ロキが攻撃するとき、相手のマジックトラップゾーンに存在するカード1枚の発動と効果を無効にして破壊する。そんな、葬ってやる。ブラックフェザードラゴンをバニティバレット。神の攻撃は残っている。極神王トールで極北のブリザードを攻撃。サンダーパイル。おっと、クローのトラップは不発。しかもフィールドには神が2体場を席巻している。そんな、ここまで来てクロー、クローのライフは残り50。しかも手札はゼロ。場にモンスターもいない。このピンチをどう切り抜けるのか。クロー